中央に針を入れて糸をすくって入れてギュッとして、中に隠します。はい、今こういう状態です。そして中に入れて、こういう感じです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、これが11段のところです。でもここで厚みの分を考えて12段目で折り返しにします。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。この12段目のここの目を黒い毛糸で編んでいきます。12段目の細編みのところに針を入れて糸を持ってきます。そして鎖1、立ち目です。次の隣のところに、立ち目のところ、根元に針を入れて細編みを1つ、次のところに針を入れて細編みを24目編んでいきます。1周していってください。はい、1周してきました。これが最初の立ち目と細編みのところです。細編みの頭のところに引き抜きをします。そして引き抜きをしたら、そのまま下の段、今まで作ってきた段に針を入れて
して引き抜きをします。引き抜きをします。そして次の目です。次の目に針を入れて引き抜きをします。次の目にも引き抜きをしていきます。こんな感じです。一周します。はい、一周してきました。はい、こんな感じです。これを2個、こんな感じでつけていきます。こうかな、こういう感じの仕上がりになります。それではつけていきます。はい、それではファスナー付けをしていきます。20センチのファスナーです。と、普通に手縫い糸です。ここの裁ち目の部分を下にしたいので、こうですね、ここの上、ここが中心になります。ファスナーの中心を から縫っていきます。
の鎖の細編み、細編みと細編みの間に針を入れます。細編みと細編みの間に針を入れて、このファスナーの布の部分の真ん中辺に針を刺します。ファスナーのこの真ん中部分に針を入れます。次の鎖のところに針を入れて、して隣の鎖のと細編みのところに針を入れて、次の細編みのところに鎖のところに針を入れて、はい、次の鎖のところに細編みに針を入れます。この鎖の目が潰れないように、この細編みの足のところと鎖編みのところにちょうど間に入るように針を入れていきます。ファスナーが片方つきました。裁ち目のところを下にして、裁ち目の真ん中ですからこっちですね、こう、ここが裁ち目でこうです。ファスナーの真ん中のところに留めます。
こちらにパツナがつきましたですね。こんな感じでついてます。あとはこの後ろ側の方ですから、そこになりますね。そこ側のこの立ち目のところをつけていきます。まず縫い糸に玉結びをして、ファスナーの布を何回か縫います。そしてこの鎖の目のところに針を入れて、一つ止めかな、ここがファスナーの止まりになってますので、止まりの下のところです。この鎖のところに針を入れます。そしてもう一度向かいのこの鎖のところに針を入れます。千鳥でつけていきます。ここに糸が入ってますので、隣ですね。そしてこの糸の入っているここにまた入れて隣に行きます。この鎖のところですね、糸が入っているのでこれを入れて隣に行きます。このようにして千鳥で閉じていきます。ぐるっと閉じてきました。ここですね、ファスナーのところです。ここです。千鳥で閉じてきてます。向かい合ったところに針を入れて、向かい合ったところに針を入れてます。ですね、ここがファスナーの留め口です。ここがずれないように揃えて針を入れます。でこちら側でメリヤスに鎖編みのところに針を入れて、ぎゅーっとして、もう一度そして中に入れて、ファスナーの布のところに何度か往復させ、そして玉留めします。
な感じになりました。あとはこちらですね、これをつけていきます。真ん中、こうなので真ん中ぐらいにつけますね。こんな感じで、とこちらの編み方です。こちらの編み方は、3段まで編んでます。2段白で編んで、3段目は黒で編んでます。輪にして立ち目です。外して細編みを6個、細編み6個です。2、3、4、5、6、細編みを残したら端糸、端糸を引っ張ります。動いたこちらの端糸と同じところから出ているこちらの糸を引っ張ります。で、締めたら端糸をまた引っ張ります。そして輪の下から針を入れて、今引っ張ったこの端糸を下に隠していきます。そしてこの最初の1段目の細編みの頭のところに引き抜きをします。立ち目です。立ち目をした根元に増やし目です。6目全部に増やし目をしていきます。6目全部に増やし目ができました。最初の細編みの頭に針を入れて、黒い糸で糸替えをします。黒い糸を引っ張ってきて、引き抜き立ち目です。糸を切ります。そして立ち目の根元に細編みを1、2、そして次は細編み1、次は増やし目です。細編み、増やし目、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 引き抜き立ち目、細編みの頭、引き抜きをぎゅっとして、そして
下に、もう立ち、細編み一つ立ち目したら下に戻ります。引き抜きです。一周引き抜きをしていきます。で、一周しました。糸を切ります。立ち目、最初立ち目したところに針を入れて、今切った糸を持っていきます。そして後ろに持っていって隠します。それを今作ったこちらをここにつけていきます。でちょうど2枚合わさってるので、この間にこちらの結び目を入れます。ファスナーに引っかからないようにこちらに隠していきます。に隠れました。はい、こんな感じです。そしてファスナーを、はい、こんな感じにできました。こちらにボタンつけても大丈夫だと思いますけど。
が結構しっかりしてます。ファスナー開け閉めも楽なように、ここにタグなんか紐をつけてもいいのかな。ファスナーの開け閉めが楽になるようにここに紐をつけましょう。2本取りがいいかな。ですね。30センチくらいですね、これ。ちょっとかな。これで30センチくらいで2本取りで、鎖を編みます。中に隠していきます。中に隠していきます。ファスナーがやりやすくなりました。こちらもつけてあげていいと思います。そしてここに紐ですね。どうなんだろう、
フックでもいいのかな。こちらも同じようにつけてあげてください。ファスナーの開け閉めが楽になると思います。こちらとこちらにファスナーのところにちょっと紐をつけてみました。2本取りで鎖編みで7目くらい、7目か8目くらいだと思います。つけてファスナーの開け閉めが楽なようにしました。こんな感じでファスナーの開け閉めが楽になりました。あとはこのここなんですけれども、ちょっと遊んじゃうのでギリギリのところでちょっと縫い糸で留めてみたいと思います。で、ね、ギリギリのところ、結んだだけなので留めてみたいと思います。結び目の輪のところに針を入れて、シュッと見えたかな。黒は本当難しいですね。見えなくて写りがちょっとね難しいですね。違う色でやればよかったのかな。ここの遊んでいるところをギリギリに糸で縫い付けます。ここが輪のところですから、輪の中心のところですね。ここギリギリにつけていきます。この鎖の向こう側ですね、手前になるとファスナーで噛んじゃうので、この鎖編みの向こう側、わかるかな、見えるかな、ファスナーの布の部分の縫い目の糸に何回か返し縫いをして、玉留めします。
して糸がファスナーに食い込まないように遠くに糸端を出します。はい、これで少しはパカパカしないで大丈夫だと思います。はい、ちゃんとついてます。ファスナーにも問題ありませんね。大丈夫ですね。はい、しっかりついてます。こんな感じで小さなお人形が入ると思います。もしよかったら作ってみてください。